はい、トムでーす。今日は血液型についてお話ししますね。もともとね、血液型って A 型、そして B 型、そして C 型だよね。ん？ C 型？いや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 。でもね、本当に初めはね、A 型、B 型、C 型だったのよ。A 型というのは、A 型の抗原を持ってる血液型。B 型は、B 型抗原持ってる血液型。そして、C 型はね、どちらも A、B、どちらも持っていない血液型だったのよ。だけどそれがね、後にどちらも持ってないから、0型にしようってなったんだよね。で、A 型、B 型、0型になったのよ。だけど、A、B、0って続いたら、みんな読み間違えたんだよね。A、B、O って。A、B、O ってね。そこで、O 型ができちゃったんだね。うん、読み間違いから O 型ができちゃったんだね。そして、さらに、1902年に、初めて A 型抗原と B 型抗原両方持ってる AB 型というのを見落とししていたことにね、気づいて AB 型ができたんですよ。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。